広角機動隊、ゴースト・イン・ザ・シェル。ゴースト・イン・ザ・シェルは、2017年のアメリカ合衆国の SF 映画。シ白をシューの漫画、広角機動隊を原作とし、ルパート・サンダースが監督を務め、ジェイミー・モスとウィリアム・ウィーラー、アーレン・クルーガーが脚本を手掛けている。アメリカでは3月31日、日本では4月7日より公開された。ネットに直接アクセスする。 言脳技術が発達するとともに、人々が自らの体を擬体化することを選ぶようになった金、未来。脳以外は全て擬体化された少佐率いるエリート捜査組織、公安休暇は、サイバー犯罪やテロ行為を取り締まるべく、日夜任務を遂行していた。そんな中、ハンカロボディックス社の推し進めるサイバー技術の破壊を目論んだテロ組織による事件を解決すべく、 少佐は同僚のバトーラと共に捜査に当たるが、事件を調べていくにつれ、自分の記憶が何者かによって捜査されていたことに気づく。やがて、真の自分の記憶を取り戻していく少佐は、自身の驚くべき過去と向き合うことになる。少佐役のヨハンソンは、オファーを受けるまで映画、ゴースト・イン・ザ・シェル、広角軌道隊のことを知らず、実際に見てかなり恐ろしいと感じたが、 同時にすごく魅力も感じたという。また、荒牧大輔役の北野には敬意を持って接し、彼の撮影時には日本語カンペを持ってあげていたという。また、主要人物の日本語吹き替え版キャストには、ゴースト・イン・ザ・シェル、広角機動隊や、テレビアニメ、広角機動隊、スタンド・アローン・コンプレックスシリーズと同じ声優が起用されている。カッコ内は日本語吹き替え。 2008年にドリームワークスとスティーブン・スピルバーグが映画化権を取得。脚本はジェイミー・モスが担当するとされたが、2009年にレータカ・ログリディスに変更された。その後、しばらく続報はなかったが、2014年になって、ウィリアム・ウィーラーが脚本、ルパート・サンダースが監督を務めると発表された。2015年にはジョナサン・ハーマンが新たに脚本を引き継いだ。 最終的には、モスト・ハーマンが脚本にクレジットされた。アメリカでは、当初、ウォルト・ディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズが2017年4月14日に廃棄を予定していた。しかし、ドリームワークスとディズニーの提携終了に伴い、公開日を3月31日に改めた上で、パラマウント映画に配給が変更された。 2016年11月13日には日本での劇場公開開始日が2017年4月に決定したことや最新版トレーラー映像が公開され東京都内で開催されたエクスクルーシブイベントにヨハンソン、荒牧大輔役の北野武史監督のサンダースが登壇したアニメ映画 広角機動隊で舞台のモチーフになった、香港のほか、ニュージーランドと上海などで、ロケーション撮影を行い、香港の撮影現場には、アニメ映画の監督、押井守や、テレビアニメシリーズの神山健二監督も訪れた。映画制作中、西洋世界のソーシャルメディア上で、アジア人キャラクターの草薙もとこ役に、白人女性のスカーレット・ヨハンソンをキャスティングしている、ことに対し、 激しい議論が起こり、人種的不適当、非白人の役を白人が演じる、ホワイトウォッシングであるという批判が起こった。一在米日本人、日系アメリカ人など、ハリウッド事情を知る立場からは、多くがホワイトウォッシングの人種差別性に批判的であったが、日本では多くの人が、ハリウッド映画では、白人が主役を演じるだろうと考えており、 西洋での激しい議論は驚きを持って迎えられた。押井守はインタビューで、ヨハンソンの起用は考えられる最良のキャスティングであり、そもそも少作の体も草薙元子という名前も生まれつきのものではなく、たとえ少作がもともと日本人であったとしても、アジア人の女性が演じなければいけないという主張に根拠はない。違う人種の役を演じるのは、 映画界の監修であると答えた。プロダクション IG の社長、石川光久も実写版の広角が日本初でなくてよかった。日本で作っていたら、小佐役はスカーレット・ヨハンソンにはならなかったとしている。過去の惜しい発言、白を正し衆の原作設定では、肉体に依存する草薙元子のアイデンティティを明かしている。そして、実態は、 脳みそのレベルで実在するんだよ。ネットと融合したとかさ、体をなくしたとかさ、体のない女とかみんな平気で言ってるけどさ、広角機動隊は、草薙元子が肉体から解き放たれた話ではなく、オリジナルの脳に対する依存度は持続している。遠物語世界では、自分の若かった頃の姿に似せた、擬態を好む、実現層や年齢応の自然な擬態を好むのが、 一般的であるとしておく。販売 DVD ランキングはゴーストインザシェルが主位。ありがとうございます。